阿蘇のさまざまな特産品や豪華な朝食が並ぶ阿蘇マルシェが平成28年11月6日阿蘇草原保全活動センターで開催されました。午前7時から始まった阿蘇マルシェではオープニングにバルーンリリースが行われ、今回のテーマのありがとうの合図でたくさんの感謝や願いが込められた色とりどりの風船が空に浮かび上がりました。今回で18回目を迎える阿蘇マルシェ、熊本地震で県内外からさまざまな形で支援いただいたことに感謝して、そのお礼としてありがとうをテーマに行われました。阿蘇マルシェ恒例のうちの巻料理維新の会が手掛けた朝ごはんは、ありがとうの文字にちなんだ赤牛料理や地元の食材をふんだんに使った料理が先着200名に無料で振る舞われました。また各店舗ではサンキュー企画として390円の商品が赤字覚悟で販売され、赤牛の丸焼きや阿蘇の新米、またスイーツなどを求めてブースの前には長い列ができていました。その他搾りたて牛乳の振る舞いや、ステージでは地元を拠点に活動する遊びたい楽団の音楽も披露され、さらに豪華景品が当たるくじ引きには多くの人たちでにぎわい、それぞれに楽しい朝を過ごしていました。この日は天候に恵まれ、雲一つない青空には熱気球も浮かび、地震からの復興を願いながらたくさんのありがとうがあふれる阿蘇マルシェとなりました。